会を始めますが、その前に、お前らさ、これ見て何も思わないよ。この黒板。昨日の授業をそのままにして、今日新しい日で新しい授業をやるって前に、これ、何も思わないよ。厳しいって。弱いって。え？だから平均点最下位じゃないの？誰かがやってくれるだろうな。誰かが消してくれるだろうな。そうやって、お前らは、人に頼って、人の目ばかりを気にして、自分で動けない。自分からやらない。能動的じゃない。受動的。だからでしょ。だから平均点最下位なんじゃん。弱いって。厳しいって。え、そうでしょ。誰かがやってくれるだろうな。自分が消しに行ったら誰かに変な風に思われないかな。先生に媚び売ってるんじゃないかって思われないかな。だからできない。厳しいって。弱いって。やっぱさ、超自意識してるよな。あ、喋るな、お前。人が話してる。え？そうじゃない？自分たちで招いた結果じゃん。平均点最下位。必然だよ。おかしい。何？先生、常時意識してるんですか？何？常時意識してるんですか？誰だそれ！人が喋ってんだね！ちゃちゃ入れてくんだお前！何？ジャージ？あ、常時です。何を言ってんのお前。お前ら、人の話、人が熱く語って、指導してる最中に、ね、それを遮るような発言、するな、お前。バカか、お前。すいません。お前、卵5個食ってる。え？卵5個食ってる。あ、それです。何それです。だテストステロン足りてる。あ、ほら、それです。弱いって。ほら、それ。厳しいって。それ。何が？いや、それ意識してるじゃないですか、常時。朝筋トレしてる？ほら。コールドシャワー浴びてる。ほらそれそれなんで先生。おなきにしてる。ほらそれだよ。一番それだよ。弱いって。ほら来た。ほら厳しいって。ほらお前ら好きな女の子のタイプがいて声かけれる？かけれないでしょ。厳しいって。ほら絶対意識してんじゃん先生。何？いや超意識してるでしょ。誰？本気で俺のモーハーを教えてるだけ。お前らに。はい、今から、昨日学んだ男磨きについて授業します。それだよ。